はい、こんにちは。今日コンバインの点検してます。コンバインの点検つっても結構大変なんだよこれね。あらら、これはなんだっけ、これはここ椅子を倒して、ではこの無断変速さ、無断変速ね、結構ねギャーギャーギャーがなってくんだ。これこの真ん中が、ここのね、ここのセンターが合わなくなってさ、そして上このニュートラルでしょ、ここの状態でギャー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 うるせくなってきた時はどこだっけ、ここだけがちょっと塗装して手上げくなってけど、ごめんね、ここだか下だかどっちかで調整するんだね、これね。ちょうどいい、ちょうどいいところさ、ここら、ここのあんまりギーギーなんねとこさ、さねえ、あとは特にねえか、あとあるっつったらこのこれが、これ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 、刈り取りベルト、こいつの亀裂、あと脱穀ベルト、こっち脱穀ベルト、下脱穀ベルト、脱穀駆動ベルトとかってもあるんだよね、このギザギザなってる、ちょっとそこを、ま、去年開いてなきゃ1個コマ飛んでらんだらいいかな、これな。でも特に問題ねえから、これは切れでもいいか、走行ベルト、まあいろいろあるけど、まあ見ででさ、亀裂がひどい、剥がれがひどい場合は交換した方がいいね。これはまだ大丈夫、全然大丈夫。うん、ちょっとラジエーターは今上げらんねえし、リザーバーもちゃんと入ってし、ラジエーターは去年特価で張りだからいいね、ラジエーター行きね。誰だ、うん、何ぼだ、だいたい6分目ぐらいだな、6分目ぐらいだな、うわうわうわ、まあいいが、オイル去年溶けてからね、2年間は使うでしょ。はい、あとはこの R1 特有のね、全部の機種はどうなってるかわかんないけど、このレバーを倒してもこの刈り取り分が上がんねえ時に、上がんねえ時につがみんなもう知ってると思うけど、これこれ、ここのところに、うん、さっきかけたんだけどさ、ワックス、シリコンスプレーとかいいね。そうすると、こういうふうにこのレバーをいじっとこうなる、うん、この反応が良くなります。やっぱ古いと反応しなくなったり、あれね、上がんなくなったりするからね、ここね、うん、これはもうやっておきました。はい、あと一番やばいのこれだ、これだ、これここの油の、いや、これこのゴミやばいな、こいつ長さ入れるわけにいかねえな、うわやばい、あこいつエアで飛ばした方がいいな、ここ一回な、この周りね、ダメだなこいつ、うわやばいな、押しが入ったんでねえか、少し、あとこいつ掃除して、だからダメなんだよな、これね、燃料フィルター、えらい、こっから
吹けにくくなってさ、ゴミ入って詰まって、はい、だいぶ綺麗にしました。窓は入れて、行こうか。ここだね。はい、これで OK。